どうも高井です。 AI の現実、仕事を助ける力、生産性向上。 AI っていうと仕事を奪われる、危険だっていうようなイメージがメディアの情報によってあなた自身の頭の中に定着してしまったかもしれないんだけど、むしろ逆で、本当は助けてくれる存在になるんです。この本にはお医者さんと患者さんにこうやって助けてくれるんだよっていう情報が載ってるわけですけど、現在アプリケーションでも80社ほどに導入されているような情報を今からペラペラと話していきますね。まずはカルテ。患者さんに質問するときにどんどん無駄を絞って、どん話すことの内容によって変わるんだろうけど、絞り込んでいって無駄な時間を節約してくれる。その質問した内容もカルテがドイツ語かポルトガル語かわからないんだけど、その専門用語に自動翻訳されるっていう仕組みがアプリケーションに登場した。こうなれば患者さんにとっても無駄な話はしなくて済むし、先生にとってもかなり有効な時間の活用が可能になってくるよね。このアプリケーション登場で半分ほど先生の時間が無駄がなくなった。これはすごいことだよ。お薬手帳によっても無駄な時間で使ってたみたいで、今ではパシャって取るだけで、お薬の写真はパシャって取るだけだよ。それによって薬を自動的に検索できて、ウィキペディアよりも正確じゃないかな、それは分からないんだけど、無駄な時間を取ることがなくなった。この2つを持っても果たして私たちの仕事が奪われるなんて言うかな。むしろ時間が有効に使えるようになったと言えないかな。半分も削減できるんじゃないかね。この本は AI の仕事を奪われるっていうような恐怖から拭い去って、むしろ AI を導入した方が楽だよね、時間が有効的になるよねって思えるような一冊だと思うんで、ぜひとも読んでみましょうね。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。